僕が嫌いのはここですよ、浅井さん。ねえ、こんなこの流れの中でおかしいでしょ、このタイトル。どこまで出てきたんですか、これ。異色ですよ。実はね。はい。ほら。でも浅井さんが冷麺って言ってると、冷麺がすごくかっこいい食べ物のように聞こえるんですよ。それが腹立つわけです。本当にそれが。浅井さんだからきっと何もみんな言わないかもしれないけど、ご本人は言いますよ。浅井さんと。どうしてあの音に乗っける言葉が冷麺しか出てこなかったのかと。他に何かあったんですか。いや、何でもあるよ。そうですよね。しかももう最初からギムビービアから始まるんですよ。なんかどのお店に行ってからここ頼んじゃうのっていうぐらいですよ、これ、はい、あとこれですね、僕は2曲目のブラックレストラン、もう浅井さんは大人げない。ダメ、外にテレビとか投げちゃダメですよ。午後一のもう DVJ としてはもうそのダメ、テレビ投げるもんじゃないですよ。本当ですよ。もうあとね、あの終わったら音がパリーンって書いてあるんですよ。パリーン、ね、また浅井さん。僕が歌詞を紐解くと必ず黙る。でも歌詞は何でもいいですよね。いいですよ、ロックなんですから。そんなことないですよね。じゃあかっこよければいい、うん、かっこいいです。あ、かっこいい、うん、かっこよければいい。レーメンかっこいいじゃないですか。レーメン確かに、ね、聞いてる時にはね、一切感じないの、そういうの、うん、そう、別に食べ物がどんどん出てきてどうしたとかじゃないんだけど、なんであの言葉が浮かぶかが知りたいんですよね。発想がユーモアがすごいですよね。君は焼きそば、僕はアラビアータとか、どこから出てくるか知りたいんですよね。ね、なんかムカついてきた。え、なんですか、浅井さん。僕は知りたいんですよ。だから説明することじゃないんだよ。やっぱそうですか。それはなんとなくやっぱりパッと出てくるだけのこと。だから説明することじゃないですか。メロディーなんかの方がいつもやっぱり先ですか。そうだよ。あ、そっちの方がやっぱり全部先で。まあそしてですね、このアルバムの中からこちら。